はい、じゃあ50歳の元トラック運転手が語る若者へのメッセージということで始めていきますけども、みんな元気にしとっか、山ちゃんね、久しぶりやないうことで、今日話すのはトラックの運転手をしてて喧嘩になったこと、これについて話していこうかなと思うんですけども、まあその喧嘩になった言うても別にそのね、業務中に喧嘩になったわけではないんですけども、まあどこの会社でもまあねあるとは思うんですけども、まあ、いわゆる懇親会っていうんですか、あのバーベキュー大会とかね、ああいうところでねちょっとねトラブルがありまして、私は病院送りになったと、まあそういう話がございまして、ちょっとそれについて話していこうかなと思います。まあことの始まりはというと、私がおって私の隣に先輩が座っとったんかな。でまあその先輩も結構、まあ、酒好きの、まあ、立ちの悪いおっさんですわ。でまあまあバーベキューの肉とか焼きながら、まあそのおっさんもビール飲んでちょうど機嫌がようなできて、まあこう肩をパン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 叩いとったような、なんかわしのな、うん、お前何言ってんねんみたいな感じでこうパン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 叩いとったんやけど、それがここにバーンって当たったんやそしたらもうわしも酔うとるから、思わずそのおっさんをバカンって どついてもだよもうそれからもう殴り合いな、殴り合いになって、もう最後はもうそのおっさんビールジョッキでわしの頭バコンどつきよってんか。皆さんビールジョッキで頭どつかれたらどないなるか分かります？ビールジョッキでね、意外と割れへんのよね、あれ硬い、硬くてね、こうビールジョッキでどつかれて割れへんっていうことは、どこが割れるかって言ったら結局もうこの皮膚が割れるんよね。だからもうわしも血だらけやわな。まあそこでや、わしはもう、まあどっちが悪いって言うたら、まあどっちが悪いんかわからんような感じやけどな、もう先にここにバーンで手やりよったのはおっさんやし、まあグーでグーパンチしたんはわしやし、どっちが悪いったら、まあまあわしの方が悪いんかわからんけど、まあほんでわー血だらけになってもって、うわえらいこっちゃ思って、わしはもうこんな、これはもう暴力振るわれた思って110番したんよね。ほらまあなんかパトカーが来よったわ。やけどそこの周りの連中はもうなんか大事にしたくないんか知らんけど、わし一番見れやのに、いや何もなかったですってパトカー返しよって、ほんでまたわしもう一遍110番して、いやなんで帰んねん、わしもここ血だらけになっておんねんって、ほんでもう一遍またパトカー来て、でそれから救急車呼んでもうて病院運ばれて、頭何針か縫うてっていう、まあねそんなことがあったんやけどね。まあ今まで散々言うとるけど、家族ぐるみの付き合いのある会社とかね、ほんまに気ぃつけた方がええで。やっぱり運転手で気の荒いやつもおるからな、もう喧嘩だったらもうどっちかがくたまるまでやりよるやつも中にはおるやろしよ、まあ、ほんまにやばいやつがおるからな、うん、まあ、気ぃつけた方がええんやけどな。まあそれもな、その懇親会も得意先でやっとったもんやさかいに、得意先で言うたらもうわしとおっさんがえらい大きな大問題を起こしたみたいな感じで、もうその週明けで会社行ったらもうめちゃくちゃもう怒られたいう話なんやけどな、うん。まあ結局まあもうその会社はしもうな、いずらなってもやめてもたんやけどね、うん。まあほんまにトラックの運転手の懇親会とか、もう酒が入るとな、ほんまな人間変わってまいよることがあるからな。普段はええ人でも
酒飲むとあの本性が出てきよるからね。やっぱり酒癖の悪いおっさんとかやと思うな。むちゃしおるやつがやっぱおるからな。まあやっぱりね、その辺は気ぃつけた方がええんちゃうかな言うてな、うん、もうそれ以来私はもう一切もうそういう懇親会とかね、もう忘年会もやけど、もう全く出てません。もうね、もうそういうトラブルが起きるからろくなことあらへんからね。あ、でまあ別にね、そういうトラブルがあったから言うて、わしはもうこういう酒飲むとこういうことがあるから酒飲まへんねんとかっていうこともなく、もう今でも毎日のように酒をかっくらって生きております。まあ、人間そう簡単には変われません、うんね、特にねお酒とかタバコとかな、嗜好品はな、簡単にやめれるかやったらやめられへんねんな。まあ、だからね、何の話か言うたら、まあなるべくならもうそういう懇親会とかね、もうそういうのはもう出ん方がええ、ほんまにろくなことない。もうそれだけ言うて今日の話終わりや。それだけの話やな。山ちゃんやった。どうも。